やあ、刹那圭介だよ。ライートズ、ギャンブル王に突入していくぜ。勝ったら、オリビアさんの父を揉めるという、そういう賭けでやっていきたいところ。だが、現実は違った。何でも聞くというさ、質問権を得るだけという。聞くだけだからね、揉むことはできないんだ。そこらへん、ちょっと、巨乳好きの人にとっては、誤解してほしくはないところです。お待たせ。あれ？あっちの小さい子は？おっと、もうセッティング終わった後の話なんやな。あの子ならトイレに行きました。先に返しても問題はないでしょう。ええ、そうね。あとすみません。少し冷房が効いてて寒くて、毛布はありませんか？あら、大丈夫。あら、大丈夫？少し待っててね。で、今あれなんやな。この毛布の中にエフィーナがおる感じなんやな。エフィーナ小さないエフィーナ小さない明らかに毛布じゃ隠しきれてないだろうっていう、エフィーナの大きさ考えたら毛布小さないっていう感じなんやけど、いけるの？それともエフィーナ新体操できるぐらいに体柔らかくて、ここまで折りたためるんかな？折りたたみ式エフィーナなんかな？携帯みたいじゃないか。これで大丈夫かしら？お手数をおかけてすみません。これで大丈夫です。では始めましょうか。ギャンブル王始まったけどな、ちょっとな。よう考えたらさ、こういう長いテーブルじゃなくて、こういうさ、短いやつでやらん。この真ん中あたりの角に手届きにくいんですけど。その辺の配慮してほしいんですけど。なぜわざわざこういう長いテーブルでやる？さっき私が先行だったから、あなたからでもいい？はい。7、3、ハズレです。2、ケイ、ハズレね。エース来た。エース、俺のターンで引いてしまった。あら、エースが出たわね。外れちゃったわ。よっしゃ、俺のターンじゃ。エース、いきなり引き当ておった。そして案の定の記憶抜き取り攻撃だ。妨害してきますね。ウィルソン君、やっぱり君はそっち側の人間か。来たな。手が止まってるわよ。ああ、すぐに引きます。ここ今のここって FE の声かな。スペードのエースとクローバーのエース、当たりです。イカ様成功じゃ。このままバレるなよ、バレるなよ、バラすなよ。え、ふふふ、おめでとう。でもズルはいけないわ。その毛布の下に隠しているのは何かしら？何？どういうことでしょう、どういうことでしょう。さっきエースを当てたとき小さく揺れたわね。貧乏ユースではない揺れ。まずあなたのマントの後ろに隠しておいて、毛布をかけて手前へ移動させたのかしら。小さく揺れたのは何かの合図。足をたたいてエースのある場所を伝えていたのかしらね、エフィーちゃん。なんてやつだ。オリバーさん、あんたもしかしてドラゴン並みの視力持てないか？てか、ドラゴンじゃん。もしかして、あんたもドラゴンか、もしかして。え？めちゃくちゃ視力良すぎじゃん。良すぎなんですよ。もう、良すぎ良すぎ。良すぎとピーコですよ、もう。オリビアさん、すごいね。頑張って合図覚えたのにな。ふふ、イカ様だとか、そういうの見抜くの得意なの。あ、この人、ギャンブルで働ける一人じゃないんかなっていう予想しとったな。本当にそうだったんかな。ギャンブルのマスター的な、親的な感じの。でも、今の価値はあなたのものでいいわよ。やったー、とりあえず一勝ですよ。相手からいただいたような一勝になってしまったけどな。ギャンブルではね、そういう一勝相手に与えるってことがね、どれだけきついものか。それを今から教えてやるぞ。あ、今のを読む忘れとった。すいません、なんかちょっと。はい。エース5。まだエースできた。2枚目来ましたよ。だがこっちには切り札があるんだ。エフィーナのエースがね。エースのエフィーナですよ。私、混ぜたい。勢いつけすぎて端っこに飛ばしたりするんじゃないよ。はい。あら、エースが揃ったわ。私の勝ちね。やられた。1勝1敗11ですよ。これが緊迫した第3ラウンドってやつですか。
あ、今のサムネやオリビアさんのこういう胸が強調されとるような体勢とるんはそう今後ないからね。もう胸のところ拡大してサムネにしたろうかって思ったけど、それはさすがにセクハラなんでやめときます。この状態、このセリフが出てくる前のところをサムネにしよう。いつも通り。どうする？まだ続ける？さっきの子供じみたイカ様はもうできないわよ。わあ、春の方までできた。エフィーナも一緒で、わあ、どっちサムネにしようって感じになってしまうよね。それずるい。前回こういう絵なかったやん。全体の絵なかったやん。で、今回2回連続で出てこんでもいいやん。どっちサムネにしようか迷うでないか。やっぱ主人公の方かな。オリビアさんも捨てがたいけど、まあ考えとこ。いや、やりますよ。まだ勝負決まったわけではないですから。その意気じゃ。じゃあ、私が先行ね。外れ。外れ。エース、K、来た！エース来ました。ここで、あの2回目の2つ目のイカ様を使う時が来ました。エース。曲を消される。しかし、手元にあるから関係なし。ダイヤのエース、ハードのエース、当たり。クックックック。何でも聞かせてくれると言ったよね。だから私はね、事件のことと同時にあなたの3サイズを聞きますよ。覚悟しておいてください。おめでとう。ありがとうございます。これであなたの質問権は私のものです。約束通り何でも話すわ。聞いてちょうだい。さすがに今回のイカ様はバレんかったらしい。当然だ。さすがにここまで予想できるものか。二段構えっていうのはこういう時に使うのさ。私とルーカスの仲のことよね。そうだったな。はい。ええ、そうよ。最近は喧嘩ばかり。やっぱ喧嘩しよったんやな。どう考えてもルーカスが悪いけどだってルーカスったら私がいるのに他の女と話したり触ったりしようとするのよ触ったりするのそりゃダメだな。ルーカス、そりゃあかんよ。ルーカス、ルーカスあかん、絶対やどんま。痴漢あかん、絶対痴漢あかん、絶対ってかルーカスあかん、絶対になってくるわね話したりはいいよ。話したりは許してあげた方がいいと思う。許してもいいと思うんやけど、触ったりはダメでしょ。触る部位にもよるけどさ、頭とかだったら、ましてや胸とかお尻だったら、あ、もう完全アウトですからね。そんなの私だけのものじゃなくなるんだから、いけないと思わない？結構束縛欲がある人だった。口であれほど言ってもダメだから、体で分かってもらうためにああいう風にしたとだ。すごいな、あんた。あんた、束縛しすぎだろ。若干、オリバーさんも過度なちょっかいじゃないな。過度に攻めとんなって思ってくるよ。若干過剰的に反応しすぎだろ。ルーカスは他の女とのトラブルも多かったけれど、最近私と喧嘩していることマスターにバレたら私だってすぐに分かっちゃうじゃない。だからそのことはウィリアムに手伝ってもらって綺麗に消してもらってるの。これも一つの愛情表現なの。何かいけないことでも。いや確かにさ、ルーカスの方が悪いよ。けどさ、さすがに行き過ぎとんじゃない、やり過ぎとんじゃないっていうのは、やり過ぎてんじゃないのって感じですよ。ドブロックでできますよ。もしかしてだけど、もしかしてだけど、あんなってあの愛情やり過ぎてんじゃないのってエフィ、これが束縛する女ってやつだ。お前はこんな女になるんじゃねえぞ。まず縛り方を知らないから、縛らない方法もわからないよエフィな、紐で縛るっていう縛り方じゃないんだよやっぱ子供だからわからないか。大人になって勉強しようね。ふっ、他に何か聞きたいことは？もうド直球に聞きたいな。あなたが犯人でしょみたいな。もうエルが言うさ、矢が見ないとあなたがキラーですレベルで生きたいところ。自称する気は？なぜ私悪いことしてる？でも僕が今のことを警備の人に話せば、結局は、ええそうそうね。でも最後の勝負、ターン始めのカードシャッフルの時、あなた手元に握ち込んでいたハードのエースをさりげなく混ぜたわね。バレてますやん。あんたすごいな。お見通し、すべてお見通し。私はあなたのすべてを知っているですな。え、
ふ、目はいいのよ私。良すぎるだよ。目はいいのよ私の一言で終わらせることじゃないぞお前。それにカードの場所最初から全部把握しているもの。えぐ、この人とギャンブルしたら勝てる気がしない。彼が飛んでいくだけです。私がウィリアムに消すように言っていたのはもう一つのエースの場所だから、あなたから持ってきて仕込んだエースの曲は残っていた。ダメよ、イカ様も浮気もちゃんとバレないようにしなきゃ。なんか大人の女性みたいなアドバイス来ました。それに、え、何今の雰囲気変わっ、ええ、ホビアさん、いきなり目つき変わりましたけど、あと口からベロ出てますけど、めちゃくちゃ長い、それもなんかハンティングしそうなカメレオンのような。あなたたちを無事に返すとは約束してないしね。え、え、えっ、いて、最後のここに落ちた時の音か。なんか鈍器使ってきたかと思ってないか。エフィは完全に伸びてるな。ドラゴンだから、まあ、あの高さから落ちても大丈夫だろうが。ここから出られるか。くっさ、早く、早く出ねえと。手打たれちまうぞ。警備隊に対しての何か有効手段を立ててしまうぞ、早しな。エフィーナ、起きろ。起きそうにないな。エフィーナ、起きろ。はたいてでも起きろ。スタンドアップトゥーザビクトリー。出ていいかな、とりあえず。でしょうよね。開かねえよ、なんか出てきた。開かねえなっていうか、嘘みたいな感じで出てきたね。嘘が漏れてる。おかしいな。あいつは深く嘘に控えてるわけじゃなかったし、誰が、え、誰かの嘘が出てきたってことか。ああ、しくじった。なるほどな。なら、あまり時間がないな。エフィーを叩き起こすか。どうしたん、どういうこと、痛い、起きろ、チビ。飯だ。ん、さっき食べたばっかりじゃなかったっけ。ああ、子供っぽい食べ物を読みか。よかったな。何食ったん、カレー。それは昨日の話だ。ほら、お腹空いてきただろ。そう言われてみたら、そうかも。よし、じゃあやるぞ。なんだ、ジロジロ見て。ハル、なんか臭い。うるせえ。あ、ほんと、ハルだったらそう言うと思った。息合うね。うるせえ、クソ。これで少しはマシだろ。いや、普通に臭いや。俺が臭くないと言ったら、臭くない。なんだこの合言葉、俺が臭くないと言ったら臭くない。なんか CM に使えそうなんやけど、消臭力とかの CM に使ってもらえんかな。よし、ちゃっちゃと片付けるぞ。どうしようかな、今回はここで止めておくか。 BGM 止まった。あ、流れ出した。まあいいや、今回のパートはここに、ここで終了。多分ね、この3体戦ってもね、特に地味な戦闘シーンしかないんで、ちょっと次のパートの序盤はこいつら戦うのダイジェストに見せて、ちょっとパッパッと終わらせて3体倒したところで始めたいけどな。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。仕上げ。俺が臭くないと言ったら臭くない。俺が臭くないと言ったら臭くない。俺が臭くないと言ったら臭くない。俺がチャンネル登録しろと言ったらやるー。チャンネル登録よろしくな。